自分たちの音楽で自分の音楽でお客さんがバラバラに踊っているっていう。まず金玉が破壊されるんだよ。初めて星野源の DVD もしくはブルーレイ買う人もいると思うんですよ。いっぱいいると思いますよ。こんな感じで進む。全然本編に触れないみたいな。星野源のオーディオがない。確かに。